この2人のこの関係をずっと見ていたいと思うくらいに愛おしかったんですけどお二人は共演してどうでしたかどえでも不思議なもので、えっと、現場にいる時は良平さんっていう感じではなくてそこに浩介さんが常にいたんですよ。それは支度している時ももお昼休憩の時も常に 僕は中村隆太という人物でそこにいて康介さんとしていてだからもうその関係性というか信頼関係ができていたのでもちろん良平さんに助けていただいたところもたくさんあるんですけども僕は康介さんに救われたし引っ張ってもらったっていう感覚の方がもしかしたら強いかもしれないですね斉、うん、藤さん だけどさっきチラッと聞いたんですけど、私すごい印象に残ってるシーンがあって、冒頭のあたりのあの二人のしゅん関係性がシュッと変わるところのコ介スケさんの表情があるんですよ。あそこってなんか宮沢さんが監督からちょっとある演出をされたんですよね、はい、ちょっとおっ、はい、予告の中にもあるんですけども、歩道橋で先にコ介スケさんが歩いていて、僕が後ろからコ介スケさんって言って振り返ったところをチュッっていう、まあ、キスをするシーンがあるんですけども、 あれもまあ何回かテイクを重ねていて毎回「ス介さん」って言っていたんですけどもなんか4テイク目か5テイク目くらいの時に監督が「コウス介さんじゃなくて良平さんって言って」って言って「あ分かりました」って言ってね本番でわーって登っていって「良平さん」って言ってちょっとこう良平さんのまあ驚いたというか何回もテイク重ねてるとうん慣れてきちゃうというかそこを多分監督が。 こう新鮮な新しい反応を求めてことだったと思うんですけどもそういう、ね、指示を出してくれる監督ってあんまりいないので僕は驚いたんですけどもでもそれもあってそのテイクまでになかった新しい康介さんの表情が見れたと思います、ね、それはびっくりしましたよね鈴木さんもそうですねあの後半になるとそういうこと多いんでだんだん慣れてきましたけどそれも <laughs> あとサプライズが多いですよねあの普通に 待ち時間、ぼーっとしてたりして、あれ、なんか静かなな、ずっとと思って、ぱっと見たら、ここにカメラがあって撮られてたりとか、はい後から聞くと、なんかスタッフ間だけで、まさ、あ、っっていう、なんか合図を決めてたっていうのを聞いて、そういう自然なところを捉えていくっていうのが、はい、そういう面白い演出でしたでね。うん